こんにちは、CRS 大阪まっちゃんです。お父さん、お久しぶりですね。お久しぶりですね。はい、そうなんですよ。今日はちょっと今日ね、はい、ちょっと見慣れない景色です。ここは僕も初めて来ました。もしかして福岡バイ、福岡もう一回言ってもらっていいですか。福岡バイ、あ、福岡バイ。ほんまにそれが正しいかどうか分かんない、いや、分かんないですけど、多分そんな感じだと思います。あ、ほんまですか。で、まあね、ちょっと看板があって、ね、うん、ちょっとね、さっきも向こうから来たんですけど、はい、ちょっとね、看板見えづらくて、ちょっとね、そうなんですよ、ちょっと隣のガソリンスタンドさんの看板がちょっと大きくて、うん、結構遠くから来たら被ってるんですよ。そうですね、あっちからね、そうなんですよ、来るとね、はい、被っちゃってるんで、うん、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、はい、出光さんのすぐ隣で、マクドナルド見えたらもうすぐ隣なんで、ここね、はい、マクドナルドがあって出光さんがあって CRS、 はい、なんで、ね、はい、ちょっとそこだけ、はい、ピュッと行ったら気づかないかもしれないんで、はい、ちなみに今日は何なんですか。ちょっとね、今日、まあ、金曜日、はい、一応明日土曜日日曜日で、うん、オープンイベント、あ、しますね。はい、やります。はい、で、一応 SX パーツ 20%、うん、ビレット 15%、うん、で、その他ホイール特化で出てるんで、おー、はい、これ福岡店だけですか。福岡店のみです。のみ、ほんとオープニングイベントでっていうところで、はい、そうです、そうです。なので、福岡店に来店してください。来てもらった人対象って、来ていただいたらなるんで、あー、はい、そういうことですね。そうです。で、はい、そこはちょっとね、来ていただいて、ぜひぜひ、うん、ウッホもいてるんで。そうですね、今日、はい、まあ、動画の撮影日はちょっとあれですけど、そう、19と20は、はい、まあ、松本さんと小牧さんはちょうどいてると。はい、そうですね。今日はイベントの告知ですか。はい、と、店内、あ、店内紹介してくれる、ね、はい、見てもらいましょうかね。ちょっと、ちょっとまだ YouTube とかもね、上げてないんで。初公開ですね。はい、うん、そうです。まあ、インスタで軽くは上がってると思うんですけど、はい、ちょっとざっと見ていきましょうか。そうですね、まずここが入り口ですよね、はい、そうです。で、ちょっと段差あるんで、うん、ね、結構あるんで、まあ、低い方ちょっと気をつけてもらって、はい、入ってきてください。で、ここから入ってきて入り口が、はい、があって、こちら駐車場、おー、駐車場が、はい、ただちょっと高さ怖いですね。そうなんですよ。なんでちょっと高さだけ、スーパーロングの方とかは、うん、とかキャリアつけられてる方はちょっと気をつけてもらって。で、ちょっと奥もあるんで、あ、こちらがもう駐車場で、はい、そうですね、この奥まで駐車場になってるんで、まあまあ結構止めれますね。そうですね、うん、結構止めれるんで。入り口入って左手には、このお客様専用の、はい、駐車場です。駐車場があって、はい、その右側、隣、こっちは一応新車中古車、新車中古車、はい、並べてます。でも今回青のデモカー持ってきたんですね。そうなんです、青のデモカーもあるんで、あの、ね、横浜から、はい、持ってきたんで。で、一応まあ新車やったりとか、はい、もちろん販売してます。こちらね、はい、すぐ乗り出せる車が、はい、でもちろんキャラバンも置いてるんで、キャラバンは2台、後ろにパールと、あ、ありますね、はい、2台置いてます。ちょっと後ろ側行きましょうよ。はい、これが中古車ですね、ここはね。ね、ちょっとなんか今までと違うお店の形ですね。そうなんですよ、ちょっとおしゃれな形してて ね、うんうん、他の店舗黒やけど、ちょっとグレー、シルバーっぽい。で、こっちもう1台キャラバン、ここも、あ、キャラバン3台ですね、全部3台ありますね。はい、一応これも新車であったりとか、ワイド、ワイドあったりね、新車。そうですね、新車。一応こっちが中古車、こっち中古車で、まあ、中古車、中古車っていう感じで、うんうんうん、まあ、展示車もね、はい、結構ありますね。そうなんですよ。ここはもうご自由にね、見ていただいて、はい、もうぜひぜひ見てください。で、ここが入り口になるんですかね。はい、入り口です。まあ、エントランスって書いてますもんね。はい、こっち側です。ちょっとね、全部ガラス張りで、ちょっと入り口があってなるんですけど、ね、てか本当にね、なんかありがたいことにこれ ね、もうたくさんの花、本当にね、もうありがとうございます、ね、
はい、岩のお花いっぱいいただいて、はい、そうなんですよ。で、まあ、こちら入り口で入っていただいて入ると、あ、まずこれ、まず福岡店のスタッフ、スタッフね、はい、4名大阪と横浜やね、あ、横浜メンバーさん、はい、横浜メンバーがいてるんで、はい、はい、ぜひね、これちょっと入っていただいたときは、うん、パッと呼んでもらって、そうですね、はい、でまあ、お花もね、お花もたくさん、ね、お客さんからも、お客さんからもいただいてたりとか、ね、あ、でもこう中にも展示車あるんですね。そうですよ、新車の展示車とオレンジのデモカー、松本さんが制作した、はい、オレンジも中入れてもらってて、ね、はい、ちょっと後々ね、ここはあの通れるスペースにはなるかとは思いますけど、今はちょっとね、あのお祝いのお花いただいてるんで、ね、はい、ちょっといっぱいなんですけど、でここがね、あの言ったらレジの方、まあ、レジですね。なって、はい、でこう入るとは、いやでも綺麗ですね。ね、もうこれ見てほら、めっちゃおしゃれ。ね。上から滑り台。ね。ね、まあ、その滑り台したらいいんですね。うん、ちょっと後で一番上行ってこう。ね。ダンボール引いてとか。そう、子供の遊びですわ。でもなんか開放感すごいありますね。すごいあって。めっちゃおしゃれ、うん、この壁とかもなんかめっちゃおしゃれじゃない、ね、うん、今までない、ね、で、あ、こっちがあれですね、そうです、まあ、ホイールと、まあ、アルパインさんの分と、まあ、ワコーズさん、ね、あ、さん置いていただいて、でステッカー置いてたり、ステッカーあって、まあ、ビレットやったりとか、いろんな SX パーツが、ね、足回りパーツやったりとか、はい、置いてあります。で、上にはテールがね、はい、もしかしてここら辺若干また増えるかもしれないですね。そうですね、うん、増える可能性もあるので、で、まあ、玄武さんの商品が置いてあったりとか、バレンティさんであったりとか、はい、ね、あ、でもこれやったらすぐね、購入だけでもね、そうですね、もちろんあの商品購入だけでも大丈夫なんで、うん、はい、で、まあ、シートカバーのサンプルやったりとかっていうのも置いてあるので、ここが一応、あの、こちらトイレです。あ、トイレですね、はい、トイレマークがおりますね、あのこれ見て、これお子さんいてる方、おむつ交換の台もあるんで、ぜひぜひ使ってください、ね、家族連れの方とか、はい、そうですね、もうこの壁がおしゃれね、本当に。で、ここがね、ちょっと商談スペースで、はい、今ちょっとね、していただいてるんですけど、ね、で、デモカーがあって、おっ、ここにホイールあるんですね。ホイール、即納ホイール置いてます。結構ありますね。だから後々は納車スペース、あ、今までそんな、はい、ね、他の店舗にはなかったけどね、なんかね、めっちゃいいですよね、いいすね、納車時ガラガラって開いて、自分の車があって、で、ホイールも、まあ、特価で出してあったりとか、うんうんうん、もちろん TE さんのやったりとかね、あ、タメーカーさんの、ね、はい、もありますし、うん、もうぜひぜひ、うん、まあ、持って帰ってもらうもありですし、まあ、もしかしたらピットあるんで、あ、この隣ピットありましたね、そう、手空いてたらつけれるかもしれない、そのイベント期間とか、そうです、で、ね、まだノーマルでちょっとホイール変えたいなとか、うん、いう方は全然言ってください。そうですね、はい、ちょっとちなみに松本さん、あの、基本立ち入りはできないですけど、はい、ちょっとピットの方一回行きましょうよ。そうですね、はい、一応ここピットです。ここピットですね、はい、でも綺麗ですね。綺麗、もう床とか見てこれピッカピカっすね。めっちゃ綺麗で、オイル交換もできたりね。そう、もちろんオイル交換、まあ、ワコーズさんのオイルとモチュールさんと、うんうんうん、まあ、大阪と同じですね、置いてるんで、ぜひぜひそれは言ってください、オイル交換は。ね、もうピットもすぐ、ね、今はもうすぐカスタムできますね。はい、もうすぐできます、ね、もうリフター入ってるんで、うん、ね、いや、なんか本当に新鮮な感じしますね。ね、すごい、ちょっと建物の色やったりとかね、違うだけで、ね、めちゃくちゃ新鮮。いや、本当にそれ思いますね。ね、なんかちょっとここら辺もね、スペースが本当に広いんで。そうですね、めっちゃ広いですもんね。なんで、まあまあ、ちょっとね、いっぱいになったらこっちに止めれたりとかっていうのも、そうすね、できるぐらいあるんで、うん、あの、もうじゃん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 来てください。そうですね、まあ、はい、まずは明日明後日の
イベント、ね、オープニングイベント、はい、土曜日日曜日のイベント、ね、本当にねもうあのここら辺通る方とかまあ、エセックスパーツ、そうですね、今の福岡ってね九州の方ってあまり九州方面がねなかったから、はい、ちょうどねあのぜひお安くなってるんでね、はい、もうぜひぜひ来ていただければと思いますんで、はい、はい、お願いします。でまたあれですね、ちょっと別の動画になりますけど道のりまたやりたいですね。そうですね、またこれと別の動画で、まあ、ここまでの道のりですね、各店舗オープンの時やってたと思うんですけど、まあ、それもちょっとやっていこうかなと思うんで、はい、そうですね、ちょっとそれもそれ、まあ、それを見て、はい、分からない方はちょっと そうですね、来ていただいたらね、はい、まあまあ住所ねここに出てると思うんで、あ、出てます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 、なんでナビ入れてもらったら来れると思うんで、そうですね、はい、ほんなら今回はまあ、イベントプラスちょっと福岡のね、はい、初公開というところで、はい、そうですね、うん、またちょっとあれですね、今日この動画と18日撮ってますけど、はい、明日明後日は試合室の公式で、はい、あとインスタの方で、はい、あのいろいろ店舗の情報でやったりとか、そこら辺流していきましょうか。はい、やりましょう。ちょっと急を、今日はねちょっと急な動画になりましたけど、はい、またありがとうございました。またお待ちしてます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。